えこの頃あの炭水化物拒否運動とかなってですね、とにかく炭水化物食べちゃダメだと、糖尿病になるんだと、インシュリンが出すぎるんだと、まあなんかどっかが破れるんだと、まあいう,ような意見が考え方随分あるんですね。なかなかこう勉強してみると一理あってですね <laughs>、そうかなと思ったりもしたんですね。でまあいろいろその勉強して議論もして。 えー、まだ私の感じでは3割ぐらいの議論しか進んでなくて、まあ、今,今後より正しい、えー、ところに行くのに非常に楽しみで、えー、そういう専門の方ともお知り合いになってまあ楽しみが非常に増大しているんですね。私がその人と同じ意見になっちゃったら、えー、もう議論の楽しみってなくなっちゃうんですけど今のところまだあるんですが私が今仮に到達してる 炭水化物のののの運動というううはどしして起ここっったたたかかがが分かったよよな気がしたんですよこの前ちょっとそれを第一段階としてまとめてみますが昔はですね日本の年貢はお金じゃなくてお米だったんですよ税金はお米を年貢と言ったんですねでですからお金の代わりにお米を納めたんですよ税金としてでこれには2つの理由があるんですね 一つは古い時代に通貨お金があまり信用がなかったんでお米を念仏して入れたっていうのが一つ理由があるんですけどもう一つ大きな理由がありましてねお米はね腐っちゃうんですよ腐っちゃうっていうかお金だったらですね10年でも貯めとけるんですけどもうお米は10年も貯めといたらもう美味しくなくなっちゃうんですねですからお米で納めるんですよそうするとお米をうんと貯めた人つまり億万長者はですね どっかででお米を放出しななきゃい,けないんですよそれで還元するんですね。それで日本人は全員が平等で生活すると。まあだからお米の年貢っていうのは2つの役割がありました。しかしお米が年貢に使われたのはなぜかっていうとお金と同じだからなんですよ。つまりお米だけ食べてれば生きていけるんです。まああんまり白米にしちゃうと問題ですがお米とそこら辺のちょっと取れる魚それからそこら辺に植えといた野菜とか漬物 それででで十分なんんすすね生きていけるんですよ結構江戸時代の人は体も丈夫でマラソンのようなものも速かったし大変に素晴らしかったわけですね。えー、平均年齢もその当時の世界の平均年齢としては決して肉を中心として食べてた栄養がいい人たちと変わんなかったんですよ。<laughs> ですから炭水化物を食べてらいいんですお米を食べてりゃ。 1>, まあ1日に、えー、昔は5合だったんですけど今だったら三合っていうか2合ぐらい食べてればいいわけですね。あと本当魚のちっちゃい目指しとこうのものとお味噌汁でよかったんですよ。なぜかっていうとですね当たり前なんですけどごく当たり前ですけど日本人あの人間は必要なものを食べればいいんですね。で必要なものっていうのはどういうものかこれも簡単に説明しますけども第一に。 えー、熱量なんですよねカロリーカロリーはないと運動できないんですよ私たちは一歩こう歩いたり心臓を一つドクドクとやるためだけにカロリーがいるんですよだからカロリーは必要なんですでカロリーは何で取ってもいいんですね基本的にはですよちょっとしたプラスマイナスあるんですがお米で取ってもいいし肉で取ってもいいし油で取ってもいいつまり えー、炭水化物でとってもいいしタンパクでとってもいいしそれから脂肪でとってもいいんですねだけど、えー、炭水化物が一番安いんですね作りやすいだから昔はお米を食べたわけですお米でカロリーを補充したわけですでお米でカロリーを補充したらあとは何が必要かって言ったら肉が人間は体肉でできてますからね肉は少しずつ劣化しますから補充しなきゃいけません補充分の 肉を食べるんですよ。魚の肉でもいいし、鳥の肉でもいいし、それから牛肉でもいいんですけど、肉を食べるそこれはね、少量なんですよ。まあ大体、どのくらいいるかっつったら、まあ目指しで、1日に目指しで2、3匹とか、まあそんなのかもしれませんね。もうちょっと多いかもしれませんが、そのくらいですね。それから脂肪もちょっとはいるんですよ。脂肪がいるのは、脂肪、あの、細胞膜として脂肪を使いますし、頭の 細胞の絶縁材料ととしししてて使使ええまますすそれからホルモンとして使えますですから脂肪も必要ですが脂肪はさらに少なくてよくて、まあ、日本の昔の食事を見れば分かるんですが、まあ、魚の油ぐらいちょっと取っておければいいとだから結局は必要なものだけ取るあとミネラルとか言ってるような、まあ、金属類とかですねそういった触媒になるようなものも少し必要ですしたがって、まあ、それから必須アミノ酸なんかもありますから 肉も少し食べなきゃいけないんですが、つまり考え方はね、もう一回繰り返しますと、基礎的な生きているためのカロリー、つまり心臓を動かすものでもいいし、足を動かすため。このためにカロリーがいる。これは何でもいいんですね。炭水化物でも、タンパクでも脂肪でもいい。だけど一番安いのは炭水化物、だからお米とかパンなんですね。それで肉は自分の肉が悪くなる分だけ取ればいい。脂肪も 脂肪も結構悪くなななりますから取ら取きゃいけないけそれからあミネラルといういろんな金属とかそういうやつも流れていきますからそれも取らなきゃいけないっていうだけであとは補充なんですよ。ところが今はもう金持ちになりましたよね日本人とか欧米人が。タンパクと脂肪だけで必要なキロカロリーいっちゃうんですよ。 もう、ね、あの肉もあんまりか変わんなくていいよと脂肪ももう蓄積しちゃうよとだからそれ燃やすと燃やすんですよねそういうのそして燃やしても活動は減ってきたでしょ昔は女の人は炊事洗濯するし肉体労働でですね男はもうクワを振るうからものすごいキロカロリーが必要だったんですけど今いらないんですよだって出歩く時には自動車ですね家に立たって 体温を保つのは難しいけど力がかかるけどカロリーがですねだけどもうその代わりエアコンがやってくれるんだからエアコン分だけはもちろんカロリーいらないんですよね自動車分だけカロリーいらないけですガソリンで補充しますからだからカロリーはすごく少なくていいのにとってるからそれでタンパクと脂肪を取りすぎてるからそれで熱量がもう十分でご飯食べる必要ないんですよ キー反応なんですそれは責任はタンパク炭水化物にお米にあるんじゃないんだけどそこに押し付けてるだけなんですよ。タンパクと脂肪を減らせばいいんです別に食料問題なんかすぐ解決ですね。だって 1kg の豚肉を得るためには 4kg の穀類がいるし 1kg の牛肉を作るためには 11kg の穀類がいるわけですから。肉で キロカロリーを熱量を補充するんだったら別にお米で熱量を補充したほうがいいんですよ。ですから従来通りご飯をうんと食べて肉と,やあの肉と油をちょっとだけ取って野菜とそして生活していくのがいい別に構わないんですよどっちだって構わないんですね。余計にタンパクと脂肪を取って余計にタンパクと脂肪を取ったからなんかいいことがあるってことありませんからね。余計に脂肪とタンパクを取って それでもうそれでカロリーが十分だからじゃあ,あのご飯をやめようっていうだけのことですから炭水化物危機なんていうのは炭水化物に失礼ですよね別に肉と油を取りすぎてるから炭水化物を食べなくても熱量は余ってるっていうだけですよ熱量が余るからインシュリンが活躍して糖尿病になったり変なところに穴開いたりするとそういうことではないかと今思っておりますですから 炭水化物気比っていうのはもっと正しくまあ地球には8億人の餓死寸前の人がいるということを考えればですよ、まあ、そんなこと考えなくてもいいっていうかもしれないですけど考えればですね、えー、肉と油を食べる量を減らしてもう少しお米を食べましょうっていうことが正しいわけですよ多分。それと炭水化物気比というのが本当に同じなのかっていうことをもう少し私も勉強しますが。 今のところ、まあ、そうだと、まあ、いうふうに思います。まあ、パン食の場合のグルテンはちょっと別なんですが、パン食のグルテンもですね。ヨーロッパでご飯食べるとパンがすごく少量なんですよ。日本で、あの、洋食を食べますと、パンが多いんですね。まあ、それの差も今度考えてみたいと思います。